おはようございます。速稼塾の久保です。11月11日の相場解説、朝4時46分ですね。昨日はね、セルのための、ブレイクポイント、エントリーポイントを探していたんですけども、見ていくとね、ちょっと違う動きになってきましたので、逆にバイの方で入ることになりました。チャートを見た方はご存知だと思いますけども、こちらの方まずご覧ください。これがですね、日足なんですけども、日足は一時期よろしいですかね、こういう風なレンジを作っていたんですよね。で、下の方に抜けてブレイクしたかなという風に思ったので、再度エントリーポイントを探していこうかなと思って一回ね、利確をしたわけなんですけども、その後に思ったのがこちらですよね。ここら辺までは下がっていくだろうと、ダウントレンドが始まってますからね、ダウントレンドのままに行くだろうと思ったんですよ。まあ上昇するにしても一瞬で組み上げてもう一回下に行くみたいな流れをね、いつもね作るかと思いましたら、ご覧のように、こうかなりね、陽線が出て113円台を回復したんですよね。昨日、そして一昨日の夕方ぐらいから112円が、まあ、しっかりと馴染んできたと思ったんですけども、あわやね114円まで行くんじゃないかみたいなところまで、価格を上げてきまして、現在113円、782ということになりましたね。これについてちょっと4時間で見ていきましょう。さあ、これが4時間なんですけども、まあもうお分かりの通りに、こういうふうなゾーンを引いてですね、ブレイクしてダウントレンドをこう形成したところから、もう一発下に行くんじゃないかなと思って、ここの揉み合いを見ていたんですけども、これね、上昇することは全く予想できなくって、下髭が出てるわけでもないですしね、なんか他の特徴があるわけでもないんですけども、急にですね、この水準まで戻っていったんですよね。まあ、ですんで、どのように倍で取っていったかをちょっと1時間で説明します。昨日1時間で取っていったのは、まず横ばい方面にこうね伸びていったんですよね。そしてどこかでまたセルの方にブレイクするかと思って、昨日の相場解説を閉じたんですけども、なんと上昇していってですね、この今ボックスを書いてますけど、これを破って上の方にブレイクアウトしたんですよ。一時的なものでないかなと思ったんで黙っていたんですけども、こちらのねレジサポラインを超えて、まあ横ばいですよね。どっちも横ばいに入ったけど、ここも横ばいだったし、ここも横ばいになってきたんですけども、これブレイクポイントがね、倍の方で入ったんですよね。で、多少遅れたんですけども、私の場合はここ。ここから気持ち程度、倍でエントリーして、まあ今に至るって感じでございます。まあですんでね、取れたのは、たったこれだけなんですけども、いや、なんかセルにしか行かないと思ったんですよね。というのが、ダウントレンドが完全に入ってるじゃないですか、これ。で、横ばいでしょ？横ばいになってもう一回下に行くのかなと。で、ここで入らなかったのはなぜかってことなんですよ。それは、押し目を作って、ここでもう一回下がるかと思ったんですよね。そうならなかったんで、ここでエントリーをし直しましたけどね。まあそんな感じです。じゃあ、ここからどう考えていけばいいかってことなんですけども、ちょっと今日の時点ではね、なんとも言えないですね。もう一回月曜日になった気持ちで、今日木曜日ですけども、相場を見ていく必要があります。もう今週は取れないことを覚悟して見ていくしかないですね。先週と打って変わって、今週はですね、まあ2週目がちょっと鬼門になりそうですね。まあ今年もあとわずかですから、一回一回無理をせずに取れるところだけ取っていこうかなっていうところでございます。もしこれがですね、ここまで利益が安定してなかったら、一か八かで行くところなんですけども、まあまあ今年もそこそこね、利益出せましたんで、およそ年間で1000万を超える形になりましたんでね。多分、今月中にはもう超えるんじゃないかなと思いますね。もう楽に超えるでしょうね。というところで今日は以上でございます。明確な、ああしましょう、こうしましょうは言えませんけども、ブレイクアウトを待って、今回のレンジとは言えない今の停滞した値動きを見守っていくってことになりそうです。以上です。どうもありがとうございました。